はい、それでは帯を結んでみたいと思います。今からやるのは浪人結びと言いまして、昔はお侍さんが刀を刺す時とかですねに刺し、やっていた結び方なんですけれども、私は普段この結び方をしています。おすすめポイントは替えの口と違って後ろに、団子というか塊ができないので、電車や車に乗っていてもすごく楽な結び方になります。それでやってみたいと思います。こちら帯の端っこですね、こちらを2つ折りまずします。2つ折りにする長さの目安は手のひらサイズぐらいです。あまりここ長すぎると最後にカッコ悪くなるので、必ず手のひらサイズでお願いします。で、そこを右手で持ちます。で、帯をまず一周巻いてみたいと思います。で、持っていた右手ですね、こちらはおへその前にキープしてください。で、左手ですけれども、必ず左手が下に回るように、右手が上、この関係を守ってください。この形で帯を体に巻きつけていきます。で、こちらの巻く、回数ですけれども、長い方の帯ですね、左手で持ってた方の帯ですけれども、こちらの帯が地面につくかつかないかぐらいの長さがベストです。はい、で、こっからですけれども、ここが一番ちょっとポイントなんですけれども、長い方の帯を上に上げて内側に折り返します。折り返してこちらで長さを調整するのですが、折り返した方を左手で持って、右手でこちらの端っこですね持って、この長い方を内側に巻き込んでいきます。はい、で、おへそを中心に右手と左手を逆転さし、左手が今度上ですね、これでおへそを中心に同じぐらいの長さになるところまで長さを調整してください。で、ここまでできたら、こっちの折り返した方の帯を下から上にこの間を通します。で、引っ張り上げます。これで締まっています。で、こちらの帯をここですね、ここに20枚下ぐらいにあるんです、この空間のところに入れてハの字の状態が作れます。これで出来上がりなんですが、最後こちらの帯を後ろに回します。ここで注意点ですが、必ず右側に回してください。左に回すと崩れてしまいますので、右側に回すようにしてください。で、回すときはお腹を少し引っ込めて腰紐を持たずに回していきます。はい、で、こうやって回したときに帯が出たりする、これはさっき長さを調整したときに出てる帯なんですけれども、こちらはしっかり中にしまってきれいに整えてください。これで出来上がりになります。